石平町の町並渋谷町ふるさと村は、岡山県高橋市にある、岡山県指定ふるさと村の一つ。約250メートルの坂道沿いに、現在も、旧武家屋敷や土塀がよく残り、屋敷地の景観を今に伝えている。現在の石平町は、江戸時代の初期、備中松山藩初代藩主、池田長幸の時代の城下町拡張に伴って、 家臣の屋敷地として整備されたのが始まりとされる。江戸時代には上の中町と呼ばれ、中級武士の屋敷が立ち並んでいた。明治7年、上の中庭を石平町に改める。昭和49年12月、屋敷地の景観をよく残していたことから、岡山県より石平町の町並み550メートル、9ヘクタールが石平町ふるさと村として指定され、 以降減損する、旧武家屋敷を利用した、資料館を設けるなど整備が行われている。石部屋町ふるさと村では、旧武家屋敷2軒を、高橋氏が買収、復元整備し一般に公開している。入館料は、大人400円で共通。同地区では、映画男は辛いよ、シリーズの、第8作、男は辛いよ虎次郎連歌と、第32作。 男は辛いよ口笛を吹く虎次郎の撮影が行われ、地区内にある岡村家が主人公者、虎次郎の義弟諏訪博の実家として登場している。なお、この岡村家の門についてはもともと現在の場所にあったものではなく、市内元町の本陣茶福屋の門を移築したものである。ありがとうございます。